ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、オートミールを使ったピザを作りたいと思います。ピザを食べたいんですけども、カロリーが気になる方、少しでもカロリーを抑えたい方にね、おすすめのレシピとなっております。そして本日の工程もですね、こねない、そして低温長時間でしっかりと熟成発酵させた生地になっておりますので、非常にしっとりとしたね、食感を味わえる生地になっておりますし、滑らかなね、口どけがあるピザになっております。そして本日の動画内容もですね、前半に工程の動画、そして後半に食レポプラス工程とレシピの詳細解説がございますので、ぜひ最後まで見ていただけますと幸いでございます。では早速ですね、工程の動画からご覧ください。どうぞ。ではね、早速成形をしていきたいと思います。ピザといえばね、やはりこの伸ばすところがね、楽しいんですよね。まず作業台にですね、ピザ生地を出すんですけど、この際ですね、生地を傷めないようにね、優しく出してあげてください。そしてピザ生地を伸ばす際にとても重要なのが、手ごな作業粉をですね、しっかりと使うということです。これね、しっかり使っても生地の中に巻き込まなかったら粉っぽさっていうのは残らないです。そして生地を伸ばす上でね、大切なのは、こういう風に作業粉を使いながらじゃないと生地っていうのは伸びないんですね。伸びたところをしっかりとこの粉でコーティングすることによって、生地っていうのはどんどん伸びていきます。これがないとべちゃつくし、しかもね、生地が伸びてもすぐ戻ってきてしまいます。ですので適度に作業粉を使いながら伸ばしてあげるっていうのがポイントになります。そして伸ばす際ですね、1箇所を何回も転がすんではなくて、真ん中から外、真ん中から外っていうのをイメージしてね、伸ばしていただけると綺麗な円を描くことができます。そして伸ばし終えた生地をクッキングシートに移すんですけども、この際にね、生地っていうのは縮みます。そのため 25cm にしたいのであれば、伸ばす時はね、 27cm ぐらいにして、それを移してもらえればちょうどいい大きさに、ね、なります。その後はお気に入りのね、フィリングを乗せてください。今回はピザソースとゴーダチーズと非常にシンプルなフィリングにしてるんですけれども、絶対ね、これじゃないとダメっていうことはもちろんありません。もう好きにね、お野菜、そしてね、ピザソースじゃなくてオリーブオイルだけでもいいですしね、皆さんのお好みでね、アレンジしていただいて、自分流のね、自己流のね、ピザをね、作っていただきたいと思います。よりカロリーを落としたい方でありましたら、まずゴーダチーズをやめてもらって、お野菜をたくさん乗せてもらって、軽く仕上げにパルメザンを少量かけてあげる。これだけでですね、非常に淡白で素朴なね、お野菜のピザを作ることができます。
はい、いかがだったでしょうか。強力粉とオートミールで生地を作っておりますので、小麦粉 100% にね比べますとカロリーはやはり少なくなります。まずレシピの解説をしていきます。レシピはですね、非常にオーソドックスなピザのレシピになっております。ですが今回は強力粉とオートミールを混ぜて使っておりますし、エクストラバージンオイルを入れておりますので、滑らかさプラスですねオリーブのいい香りがしますね。ここがこのレシピのポイントになっております。そして工程はですね、こねずに低温長時間で冷蔵庫で発酵させることによって生地を作っていきます。その間に水和が進みますので非常にしっとりとした生地になります。そして何といってもこねないっていうのは大きいですよね。労力もかからないですし、手の負担もね軽減できます。本当に初心者の方にねおすすめできる作り方になっておりますので、ぜひ作っていただきたいなと思います。そして低温長時間発酵が終わった後はもうね伸ばすだけになります。今回はクリスピータイプにしたんですけども、しっかりと熟成発酵が進んでいるので硬く焼き上がることはないです。薄く平らにのしてるんですけども、非常にソフトでサクみのあるピザになっていると思います。ではね早速食べていきたいと思います。こちらがですね焼けたパンになります。もう最高ですよね、このビジュアル。オートミールがね入ってるとは思えないですよね、パッと見。そしてね焼くときにこう周りにねところどころ大きい気泡とか出てるじゃないですか。これって一気にね高熱でバンと焼き上げるから、どうしてもね一気に膨れちゃうんですよ。それによってこういうね大きい気泡ができてしまうんですけど、これがですね嫌だな気になるなっていう方がおられましたら、伸ばした後にフォークとかピケローラーで穴を開けてください。そうするとこういう気泡は出ないので、そこはね皆さんのお好みで調節していただけると良いと思います。では早速いただきたいと思います。ではここから失礼いたしますね。わかりますか、このクリスピー感。裏見るとねオートミールが入ってるのわかりますよね。このちょっとつぶつぶ感がありますよね。いただきます。うん、ああ、うん、あ、オートミールのこのやっぱしっとり感ありますね。オートミールはねしっかり水分吸ってて、あー確かに全然違いますね、小麦粉 100% のピザと。あーこれはこれでも美味しいですね。うんうんうん、うん、あーはい美味しい。今回は生地をしっかりと味わいたいなと思ったので、素材はですねシンプルにピザソースとチーズのみにしております。ですのでしっかりとしたこの生地の旨味だったり生地の味をね堪能できました。やはり小麦粉 100% と比べると重たさっていうのはなくて非常に食べやすかったです。そして食べた時に食感もね残ってるので面白かったです。元々のコンセプトはカロリーを落とすっていうところだったんですけど、こういう味わいだったりこういう食感を出すためにオートミールを使うのもありだと思いました。ぜひね皆さんも作っていただきたいと思います。とても美味しいですし、なんかねライスピザにちょっと似てるところがありましたね。ごちそうさまでした。本日も大変美味しくいただきました。今からですねゆっくり食べていこうと思います。本日も最後まで動画をご覧いただき本当にありがとうございました。この動画がよろしければグッドボタン、そしてねチャンネル登録をしていただきますととても嬉しいです。ではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。じゃあね、バイバイ。